こんにちは、マースケチャンネル3です。今回はですね、安田成美さんの話もちょっとはしますけれども、それとはまた別では俺に関連するお話をしたいと思います。ちょっとカメラを置きます。今ご覧になっているのは、安田成美さん初主演作で、赤川次郎さん原作の青春共和国、トロピカルミステリー青春共和国っていう映画があったんですね。ただ俺はまあ見たことはなくて、ケーブルテレビで初めて見てね、面白いなと思ったんですけども、このね、トロピカルミステリーっていう歌がその映画の歌なんですが、その前に第一作は風の谷のナウシカですね。映画では使われなかったみたいなんですけども、これが第2弾。俺はファンの人には怒られちゃいますけれども、その風の谷のナウシカがやってる当時はジブリの、映画でさえなんかあれはオタク、その当時はね、オタクがこうネガティブなイメージだったので、あれはオタクが見るものっていうね、目でねこう捉えてたので、オタクじゃないのはもうちょっとね、渋いアニメを見ているみたいな感じだったので、ちょっと風の谷の直しも見なかったので、すが、もちろんね、安田成美さんがその歌番組で風の谷の直しから歌ってるのを見て、当時その可愛さとか美人さと歌声にね、いいなと思ったんですが、俺がこの唯一買ったのはこのトロピカルミステリーなんですけども、これを買った動機が不純で、それのお話をしたいと思います。これを買った当時、俺は機会があったらまた話しますけど、とりあえず名前は伏せておきますけれども、某武道をやっておりました。と言いましても、当時はですね、最初は、道場、もちろん道場はあるんですが、俺が入ったのは道場じゃなく、市のですね、デパートがやっている、いわゆるカルチャーセンターっていうのが、うちから自転車ですごい 近かったので、行きやすかったので、そのカルチェセンター内で先生がわざわざ来てこう指導してくれる武道をやってました。しまいには俺は師範代といいますか、先生がいない時になんていうんですか、弟子たちにね教えたこともありますけれども、俺がそのカルチャーセンターに入り始めた、入ってね、2、3回ぐらいしかやってない頃の話です。その時に同時に入ってきた人がですね、例えばカルチャーセンターっていうのは、それも例えばでカルチャーにしても、カルチャーセンターでは体ってことないか、カルチャーセンターだと例えばボクサーサイズとかやってるねものとか、あと空手もやったらな、空手とかもとか、そういうちょっとごついイメージありまじゃなくて、カルチャーセンターはもうちょっとねライトな感じで、ボクシングもボクサーサイズみたいな感じで、あとね、それこそヨガとかフラダンスとかやる場所なので、あんまりね男臭いね、イメージで取られてない場所なので、来る人も来る生徒さんもごっつい男の人とは限らませんっていうか、むしろ男、そういう人は来ませんでした。来るのは、子供、それから女性が多かったんですが、で俺が初めて入門したその武道の方もご多分に漏れず、小さいちびっこ、小学校低学年の、何人かと、それとあと俺の他にはもう一人俺より一つ二つぐらいの大学生ぐらいのお兄さんだったんですけれど、その方ともう一人入ってきたのがですね、めちゃくちゃ美人のこの安田成美さんにもう雰囲気とかもにものすごい似てる、大学生ぐらいのお姉さんだったんですね。
で、俺が習ったボードっていうのは、その別にこう手を掴んで、そういわゆるまあ関節を決める技みたいなのも習いますので、その女性とものすごい手掴んだりしてこう密着して、抑えるなんていう決めるなんていうね技もやってたんですけれども、その相手役、まあ、周りにねちょうど同じぐらいの身長とかの人はいなくて、まあ、子供だったの小学生じゃ合わないので、俺はそのずっとその女性安田成美さんにの女性と組んでやってたので、毎週日曜日か毎週日曜日だったんですね、毎週日曜日来るのをこう楽しみで、密かに俺の中ではその別に名前呼ぶときはね、ちゃんとその名字で呼んでましたけれども、俺の中では安田成美さんに似てるもんですから、成美さんって名前で呼んでやって、心の中で呼んでましたね。でその時にですね、ちょうど風の谷の足川も終わって、その映画で、青春共和国とのことをやってて、そのテレビでも歌ったことあるのかな、このトロピカルミステリーがこう流れてた感じで、この歌がすごいトロピカルな歌なんですよ。でね、でレコードを買って家で聴いて、なんかこう、ずっとね、そのこんな切れない女の人と、本当はほらお堅い武道って言ったら、まあお堅いイメージですけれども、ずっとこうやれたらいいななんてね考えながらやってたんですが、まあでも割とね長くはいたんですが、1年はいなかったのか、でも結構半年以上はね続いたと思うんですけども、途中でこうフェードいなくなってしまいました。でその後俺は先ほどのね、ちょっと大学生ぐらいの2つぐらいの年上の男性の方と組んで、まあ小段試験は違うな、小級試験は受けたりしたんですけども、もうちょっとねこの綺麗な女の人とやりたいなっていう思いを当時ありましたね。というわけで、その安田成美さんをのこのトロピカルミステリー買ったのは、割とその動機が不純な動機で買ったというお話でした。はい、またね音楽にちなんだそのエピソードもありますので、またね見つけ次第お話ししたいと思います。はい、というわけでですね、この動画が面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。